チャット GPT なんですけれど、このアプリですね、アプリのここですね、ここを押すとなんと音声認識ができるようになりました。で、音声認識ができるだけじゃなくて、それに音声で返してくれるようになりました。 Hi Chat GPT, I'm on a YouTube show. Please say hello to everyone. Hello everyone watching the YouTube show. It's great to be a part of your experience today. How can I assist or add to your show? 悪くないですよね。まあ悪くないんですけど、このチャット GPT の機能を受けて、これからはチャット GPT で英会話の練習ができるっていうような、そういう触れ込みのなんかこう動画とかのタイトルというかサムネイルというか、そういうのいっぱい見たんですよ。こんにちは、どもとです。今回はね、チャット GPT を使って英会話の練習ができるっていう話なんですけれど、そんなわけないという話をします。そんなわけないといってはね、もちろん使い方次第ではあるんですよ。ただ普通に英会話をする場合とチャット GPT というやり取りをする場合で、なんかどういうことが違うのかっていう話をね、ちょっとしていこうと思うんですよね。で、まず何よりも違うのが、単声であることですね。会話って単声じゃないんですよ、基本的にね。例えば僕がこう何かを喋った後に、それに対して誰かが会話をね返してくるとしたら、僕が喋り終わった後それを待って、それに対して反応してっていうようなことが、まあ、礼儀としてはそれがいいっていうこともあるんですけれど、実際にはこう途中でインタラクトしたりとか、なんかこう僕が喋ってる途中で、あ、ちょっと待ってってなったりとか、いやそれは違うくないとかっていうのがあったりとか、僕が喋って相手がんいやみたいな顔をしているから、僕が追加で何か別のことを喋るみたいな、その要はターンっていうのがね、こっちが終わったら必ず向こう、向こうが終わったら必ずこっちっていうようなものじゃないじゃないですか。でもチャット GPT を使った英会話の、まあ、模擬練習っていうのはそういうものになっちゃうんですよ。だからこっちで何かを喋って、でチャット GPT が喋って、こっちが喋ってっていうようなことを、まあ、延々と繰り返すってことになるんですけれど、それってすごく不自然な英会話の練習になりますよね。まあ、それが最初のチャット GPT と普通の英会話の違いです。で、他の違いでっていうところなんですけれど、当たり前なんですけど、チャット GPT には表情がないんですよね。会話っていうのは実は言葉だけじゃなくて、表情とか声色とかっていうところから結構しっかりとね、情報を取っていくっていうことを僕らはやっています。でもチャット GPT って当たり前なんですけど、こう表情もなければ、声色がなんかこう感情とか思考によって上下するっていうことがないですよね。なのでチャット GPT がどういうつもりでこう話してるかっていうのが、言葉というか音以外では分かんないんですよ。なのでちょっとね、普通の会話よりもむしろ難しくなると思います。相手の言いたいこととか言っていることっていうのをこう音だけで推測しないといけないのでね。あと、まあこれは機能的なものになるんですけれど、こっちがね、喋ってる途中で向こうから話し始めちゃうってことがあるんですよ。このチャット GPT のこの音声で僕が何かを喋って、でも喋るときってあらかじめ文章を決めて喋ってるんじゃなくて、考えながら喋るじゃないですか。だから、とか、みたいなのが結構来るんですよね。それをこう考えてて、例えば、とか、とか、とかって言ってる間に、チャット GPT がこっちの発話がね、終わったと思って、なんかこう前半部分だけに対して返してきちゃったりするんですよね。なので、それはね、チャット GPT の、まあ、機能的な面ではあるんですけど、不自然さの原因になってるかなと思います。というわけで、まあ、チャット GPT で会話の練習をするっていう時に、それがね、なんで普通の英会話にならないのかっていうこと、一つには完全な単声であるからっていうことを、チャット GPT にこういわゆるエクスプレッションとかトーンみたいなものがないっていうこと、そして、まあ、これは機能的なもんなんだけれども、こっちがこう喋り終わってないうちに勝手に会話が終わったと思って、その何かをね、回答を生成しようとしてしまうっていう、この3つなんですよね。まあ、こういったところからチャット GPT で会話の練習をすれば、英会話教室はいらないとか、なんかこうオンラインでのなんかこうトークみたいなのがいらないとかっていうことには決してなんないと思います。これがあれば英会話なんてもう習わなくていいよとか言ってるような人がいたとしたら、まあ、それは嘘か、あるいは英会話というか会話っていうものの複雑さっていうものをかなり軽視した意見だと思います。とはいえ、この音声入力をね、使って、なんか英会話の練習は難しいにしても、自分の英語の練習に使えないことはないと思うんですよね。まあ、一つには、普通に使うっていうのがね、あります。チャット GPT を、打ち込んで使う感覚で、英語で物を言って答えをもらうみたいなね。僕実際になんかこう、言葉のね、差分だったりとか、そういうのを調べたい時とかに、チャット GPT にね、英語で発話で聞いて、音声でね、フィードバックをもらうっていうことがあったりします。Could you tell me the difference between president and chancellor?
Something like that. というわけで、まあ、こんな感じでね、割と長めの答えになってしまうこともあるんですけれど、まあ、2つの、ね、言葉の違いって何ですかとか、〇〇について教えてくださいとか、1つの質問に対して特定の答えで返ってくるような、そういうような時にはこういうようなね、伝え方をすることがあるっていう話なんですよね。もう1個、例えばこれを使ってやるっていうのが、まあ、1つにはね、ロールプレイをするというか、その単性の会話っていうのが不自然にならないような状況のなんかこう使い方をするっていうことですね。僕がちょっと試してみたのは、本を読んだ後で、この本について今から説明をするから何か質問をしてくれっていうようなロールプレイをするっていうようなことです。で、質問をもらって、質問に対して回答して、それに対してまた質問をしてもらってっていうのをやると、そうすれば自分で読んだ本の要約もできるし、英語の練習にもなるっていう感じなんですよね。まあ、でもやっぱりその質問に返してる途中で、とか、わよとかっていう言葉のね、つなぎみたいなのがちょっとでもね、途切れちゃったりとか、ちょっとでも会話がね、終わったような感じがしちゃうと、勝手に向こう喋り出しちゃうっていうところはあるので、それはね、注意した方がいいかなっていうのはあります。あと他には面接の練習とかですかね、インタビューの練習というか、まあ、例えば自分がこういうような仕事に就きたいんだと、であなたはその面接官だと、そのキャンディデイトである私に対して、なんか仕事上の質問だったりとか、これまでのバックグラウンドについて質問をしてくださいっていうような、そういうようなコンテキストを用意して、それで会話をするっていうのもありだと思います。そうすれば自分が面接官に対してアピールするようなことを英語で練習したりできるので、それは一つありかなっていう気はしますね。面接って基本的にはね、単性になっているのでね。でも、まあ、こっちが喋り終わったっていうのが確実じゃないと、なかなか面接官の方からね、先立ってなんかこう喋り出すっていうことはあんまないと思うので、まあ、実際の面接よりもだいぶこっちの沈黙の時間の許容度は低いと思うんですけれど、そういうような単性のやり取りっていうのをコンテキストに置けば、ちょっと練習にはなりやすいかなっていう感じです。というわけで、今回はそのチャット GPT のアプリが音声入力にはもともと対応してたんですけれど、英語でも返してくれるようになったよっていうところから、それをね、英語学習の中でどういうふうに使えばいいかっていう話をね、しました。単純にちょっと会話をしようとか、単純になんかこう英会話の練習をしようっていうのだとちょっと難しいかなというのは最初に言った通りなんですけれど、それでも単性であることがほぼ間違いないような、それが自然であるようなコンテキストで練習をするのであれば、割とありかなっていう気がするっていう話でしたね。まあ、でもね、結局ね、どんなAI ツールもそうなんですけど、そのプロセスを楽にしてくれるっていうものでしかないんですよね、どんな AI ツールもね。結局のところ、英語を話せるようになるとか、英語を自信を持って使えるようになるっていうところがゴールのはずなので、なんかこれを使うことによってそれで満足するっていうわけにはやっぱいかないですよね。なので、これで足りない部分とか、これでうまくいかない部分っていうのは必ずあるので、それについてはしっかりとね、盲目的にならずに、どんどん自分の中でね、足りないところを補っていったりとか、オンライン英会話とかっていうのをやってみたりとか、まあ本当に何でもいいんですけどね、なんかそういうような形で自分の中のね、英語力っていうのを磨く機会っていうのをどんどん見つけていく方がね、いいんじゃないかなって思いますね。でもね、英語の発音忘れないとか、英語のなんかこう喋り方を忘れないとか、なんかそういうようなところについてはね、結構自分でできる練習の一つになるかなと思うので、これはね、結構ね、ありだと思いました。じゃあ、まあ今日はこんなところで、お疲れ様でした。